コウさんありがとうございます。チチ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 ありがとう。チチチこんばんは。家きれいにするの大事。お部屋のお片付け終わった。一旦ね、一旦終わりました。でもまだね、まだあるけど、でもそれはもう今日もできないので、今日の分は終わりました。今日はね、今日はってか、なんでできないかっていうと、あの収納のあれがない、収納のやつを変えてないからできない。めちゃくちゃ綺麗になったよ。なんか、あ、え、これここにあったんだみたいなやつあった。なんか、あれこれここにあったんだ、あ、ないと思ってたってなってました。白が燃えてる。え、ミエの白？ミエの燃やされてる？嘘、ミエ、そう、あのね、シェルターに入れるの忘れてたの。ミエの後ろ燃やされてる？やだ、誰が燃やしたんだよ。やめてよ。片付けてる間に。あ、ミエバリアしたか。ミエバリアしたんだ。え、誰の後ろ？あ、よかった。よかったって言って、人の後ろだったらいいんかいって話になるけど。今咳でそうになった。苦しい。笑わせないでください。笑いそうになったら、なんか笑顔とともに、あの、咳が出るので、変な笑い方になる。はっはーってなる。私はてか、そう、お城のレベルを上げたら OK です。お城、私のギルドに入れたらお城のレベルを上げて毎日あのログインすれば OK です。フックさんありがとうございます。あのね、何言おうとしたんだっけ、何言おうとしたんだったかな。そう、明日ね、公園じゃないですか、ユキの生誕祭だけど、その前にフリーフェスのレッスンがあるから、めっちゃ明日朝早いんですよ。だからあんまり夜遅くまではできないんですけど、配信終わったらちょっとだけやるので、あのヘルプとかいっぱいください。フラッシュ買いました。どうでしたか、どうでしたか、どうでしたか。そう、今日お部屋掃除してる時に雑誌、なんか昔に掲載させていただいた時の雑誌とか見てたら、なんか変わりましたね、お顔。はるかちゃんありがとう。ミユだけセクシーショット、嘘、ユキもじゃない、ユキもユキネもじゃない。ミユそんなセクシーか。アッキーさんありがとうございます。フラッシュ売ってない、嘘、本当売ってるよきっと。頑張って頑張って頑張って。アッキーさんありがとうございます。これなんだろう、これ何なんだろう、なんか紫のろうそく。
スタイルがいいだって、え、嬉しい、ありがとう、やった。咳はね、いつか治るんだけど、多分まだ治んないかな。うるちゃん、ありがとうございます。そう、食欲もね、あんまねなくなっちゃいました。お寿司食べただろうって感じなんですけど、お寿司も、お寿司だってお寿司もなんかね、シャリを、シャリみたいなやつあるじゃないですか、あれにして6皿でお腹いっぱいでした。珍しいでしょ。反射り何でしたっけ、何でしたっけ、反射りじゃなくて反射りだってのかな、なんか味が濃いものがあんまり食べられなくなった。昨日も元気になったからラーメンラーメンって思ってラーメン食べたら半分くらいで、あ、なんか絶対もうやばいやつだって思っちゃった。味の濃いものが好きだったのに味の濃いものが受け付けなくなっちゃいましたね。だからね、なんかあれが好き、ゼリーとかが好きプリンとかゼリーとかが好きです。今日の夜は何を食べよう、まだ食べてないんだ、何食べようかな。T シャツを早く畳む、そう、 T シャツ早く畳むの得意なんだよ、みゆあとは本当はもう一個特技増えたんだけど、それはまだ出てない情報の中でのあれなので、出たらそれも追加しようと思います。お大事に、ありがとうございます。伊藤さんのグッズ届きましたよ。お、本当ですか。キスミル、皆さんどうでしたか、よかったかな。キラキラ星さん、ありがとうございます。あとね、一昨日くらいにね、あー、でもこれメールで書こうと思ってずっと書けてない。今日もさ、メール3通送れててまだ2通しか送れてない。なんか最近すごい時間、なんか生きてたら時間がすごい早くてメール送る時間じゃなくなっちゃう。どうしようかな、この話メールで書こうと思ってたけど今にしようかな。じゅんさん、ありがとうございます。今でいっか。あのね、おととい夜遅くに帰ってきたんですよ。そう、それでなんかその帰り道にホテちゃんと、あ、ジジイありがとうございます。ホテちゃんとコヒちゃんと帰ってて、でなんかそのコヒちゃんが来て2日目ぐらいの時の餃子パーティーの話になったんです。そうでね、その来て2日目だったから、あ、なんかまず餃子パーティーをしたんですけど餃子の作り方
が下手くそで、なんか水浸し餃子みたいな、本当は焼き餃子なのに、なんかそのプレートでやったんですけど、それが半分くらい、餃子の半分くらいが水になっちゃって、でそれをエリちゃんが必死になんかコップで、マグカップでこうやって水をすくい上げるっていう、あのそんな餃子パーティーだったんですけど、コヒちゃんがね、そのその時言えなかったんですけど、あのあそう、その時言えなかったんですけど、餃子の作り方意味わかんなすぎて、あの嫌でしたって言われました。その時は言えなかったけど、マジで変でしたみたいな、変だったしびっくりしましたって言われたんですけど、 それで餃子食べたくなっちゃって、で夜中にみんなで、あのセブンイレブンさんの餃子を買って食べるっていう夜に餃子をみんなで食べましたっていう話でした。そう、え、だから今ならもう、え、今ならどう？今じゃあその光景があったらどう思う？って言ったら、え、私言いますって言ってた。もう言えますって言ってた。っていう話でした。餃子の作り方、しかもなんか何だったっけな、温まってないプレートに餃子並べて、でそこに水一気にバーって入れて作ったんですよ。だからね、多分びっくりさせちゃった。私も何が正解か分かんないから、とりあえずなんかでももちもちプルプルで美味しかったですよ。プルプルでした。美味しかった、その時の餃子。っていう話。そう、水餃子みたいになってました。水餃子、水餃子美味しいよね。だから私は全然 OK でした。今日はね、そうお買い物、その収納ボックスとかを買ってた時に、指原さんのそれでも好きだよってあるじゃないですか、あれが流れてて、で、あ、流れてる嬉しいってこうやってなってたら、隣で女性2人組の女性のお客さんがなんか、あ、指原さんの曲だって言ってらっしゃって、やっぱすごいなってなりました。私もなんかそうやって誰もが知っているような人になりたいって思いました。そうやってなんか曲が流れた時とかに、まあ、ソロだからっていうのもあるかもしれないけど、17期研究生とか18期研究生のもしあの夏の防波堤が流れたらさ、なんかいろんな誰でも分かるっていうか、誰でもあ、これ AKB の研究生だってなるぐらいになれたらいいなって思った。一人じゃなくても研究生として、なんかそうなったら嬉しいな。夏の防波堤は名曲だと思うよ。私も思います。私も思うんです。しかもお友達、私の地元のお友達もこの曲マジで好きって言ってくれて、ずっと聴いてくれてます。だからね、もっと知られてほしいっていうか、もっと有名な曲になったらいいなって思います。
友達ワンダフルラブも聞いてくれてるずっと聞いてくれてます。友達と友達になりたい、ダメです、ダメです、私が独り占めをするのでダメですりょうさんありがとうございます。皆さんには渡しません、ダメですコンサートアーカイブ見てました。そうだ、コンサートのアーカイブもうそろそろ終わりになっちゃうので皆さんたくさん見てください。いっぱい見てください。9日までだったかな、なのでもう終わっちゃうので毎日見てくださいね。お、フォローありがとうございます。9月3日か、明日までだよ、明日までだ、明日までです、皆さん忘れずにね。集合遅れの湖リピートしてましたそれももう見れなくなっちゃうと思ったけど撮影タイムだったから、動画撮ってる方たくさんいらっしゃってちょっと恥ずかしい、一生これが残るんだって思うとちょっと恥ずかしい。1回2時間だからあと12回、え、寝ないつもり今から24時間、永遠とリピートするつもりですか。今日どうしようかな、今日何分までやろうかな、10時までにしてもいいですか、30分だけにします。ゲームもしなきゃだし早くも寝なきゃいけないので10時までにしますね優先ってそのあれじゃないよ、仕様のゲームじゃなくてあの活動のゲームですよ、労働モバイルですよ、だって広告かかってるし皆さんがいっぱいやってくれてるからみーもやんなきゃじゃん。早寝ブーム、あ、私の早寝は早寝じゃないですよ、きっと皆さんからしたら服かわいい服、これね、これ今年最後にしようか迷ってるんだ、高校5歳から着てるから、今年もいっぱい着たし、でもこれめっちゃ使いやすいんですよね、いろんなのに合わせやすくて、これこんばんみずみん、こんばんみずみん、お手紙届きましたよ、お手紙届きました、お手紙もね、あの今日片付けしてる時に今日なら写真撮れそうって思ったから、後で写真撮って明日とかストーリーに載せていきたいと思います。めっちゃ溜まってる、4月の後半ぐらいからずっと溜めてるのでめっちゃあります、めっちゃあるからストーリーの量もいっぱいあると思うんですけど、
手紙を広げられるスペースがなかった。いやそんなことないよ、全然あの床はちゃんと、あれちゃんと床は綺麗ですよ。まあ、床で撮ってないんだけどね。お手紙なんで写真ストーリー撮らなかったかっていうと、寝ちゃうから公演終わって寝ちゃう、寝落ちしちゃうことが増えちゃったからです。え、でも今マジで部屋綺麗なんですよ、本当に綺麗だよ。わっていうか本当に綺麗、服も全然片付いてるし、まあ、収納できてないのはあのその畳んで箱に入ってるけど、今めっちゃ綺麗ここのテーブルにも何もないです。今このリップを持ってきたからリップだけど、それ以外も何もないし、もう本当に綺麗、もう広いよこの家前までは狭く見えてたけど、まあすぐ汚くなるんだろうけど、いつまで持つかな。皆さんいつまで綺麗な部屋の状態を持つと思いますか2週間明日はないでしょ。私まず物めっちゃ捨てたから散らかる物がないかも。なんか買い物したらやばいかも買い物したりしたら、買い物したりとかなんか物をもらってとかめっちゃ増えたらちょっとそろそろやばいかもってなるかもでもきっと大丈夫な気がするって片付けた時は思うんですよね。片付けた時はよしもうこれ絶対この状態キープするって思うし、いや絶対キープできるでしょって思うんですけど、なぜかいつの間にかねなってるよね。物欲の秋だからね。そうなの、物欲の秋なの。冬服めっちゃ欲しい冬服がいっぱいあってさ、困っちゃってる。冬服どうしよう。皆さん冬服とかもう買いましたか？うちにもまた大量の段ボール届くからなCD だ CD だ CD だ。皆さん CD とかってどこに収納してるの？買ってないです。夏を越えないと？してないんですよね。どういうこと？困ってますって。トールンさんありがとうございます。使ってない部屋に積んでる。廊下歩く場所なくなっちゃうよ。ブラックホールに CD 欲しかったら送るよ。いや私もちゃんと手に入れるので大丈夫です。とかあとみんなのさ服の収納見たいんだけど、みんなどうやって服きれいにどうやって収納してるんだろう。みんなクローゼットの中見せてくださいプライベート、人のプライベート空間にズカズカと入り込んでくる入り込んでいく人みたいな。タンスにぐちゃーです。
それは断りますって言われちゃった。だって知りたいじゃん、みんなみんなはどうやって収納してるのかなって知りたいじゃないですか。みんななら教えてくれるかなって思ったんだけど。ウィズミングッズでいっぱいかな、本当に。クローゼットに人がいたらどうする、やっつける。やっつけます。クローゼットにかけてるけど取り出せなくて大変。じゃあお下がり待ってるね。うちわ職人なんでうちわがいっぱいで困ってます。あー確かにうちわとかも、そっか、みんないっぱいだからグッズとかもそういっぱい増えるよね。だってみんなも意外と収納大変なんじゃないですか。喉がイカイカしてる。終わりましょう、終わりましょう、終わりましょう。ライブランキングを読みましょう。お待たせいたしました。ではライブランキング読みたいと思います。15位、ナラナラさんありがとうございます。14位、ジェタッキーさんありがとうございます。13位、おやちゃんありがとうございます。12位、たくみんさんありがとうございます。11位、トールさんありがとうございます。10位、サトシックさんありがとうございます。9位、クリンピーさんありがとうございます。8位、しんちさんありがとうございます。7位、まぼろしさんありがとうございます。6位、こうさんありがとうございます。5位、キラキラ星さんありがとうございます。4位、あれ合ってる、呼ばれてない方いない、8位、しんちさん呼んだ、ありがとうございます。4位、キラキラ星さんありがとうございます。あれ変わった。4位、クソジジイさん、クソジ、あ、やべ、3つけちゃった。クソジジイありがとうございます。3位、ウルちゃんありがとうございます。2位、アッキーさんありがとうございます。1位はジュンさんありがとうございました。では今日も1日ありがとうございました。ロードモバイルゲーム皆さんよろしくお願いします。あとね20人くらい入れる、あ間違えた、もっと入れるわ。今ね40人くらいしかいないんですよ。あと60人は入れる、あと60人くらい入れるので、ぜひ皆さんまだ入ってないよって方ぜひお願いします。では皆さん今日も一日お疲れ様でした。
せーの、ではおやすみずみー、バイバーイ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 切りまーす、バイバーイ。